ジャッカルソルトスタッフ、サリカワです。この度、ハードとソフトを組み合わせたハイブリッドルアーが登場します。それがこのミュートボールです。ミノーとペンシルの2タイプが出ます。メバリングにおいて着水音を嫌うメバルが一定数存在します。そんなメバルを攻略するために誕生したのがミュートボールです。プラスチックと軟質素材を組み合わせたハイブリッドボディは着水音を和らげることで魚を散らしにくくします。ペンシルタイプのアクションは水面でわずかな波紋を立てつつ、わずかにボディを緩めかせながらふわふわと誘うペンシルタイプです。ミノータイプのアクションは水面直下を数センチ進行し、ゆらゆらと弱々しい動きで誘うミノータイプです。ペンシルタイプよりアピール力が高く、広いポイントで魚を探したり活性が高い状況で有効です。プラグ部分とソフトボディで異なる配色にすることで、従来は出せなかった立体的なカラーリングに仕上げました。あたかも本物のベイトが漂っているかのように表現し、プレッシャーのかかったメバルも魅了します。さあ、今回このミュートボール、パッと見てですね、気づいたんですよ、はい、2種類あるなとそうなんです。リップがついているモデルとリップがないモデル、ここ2種類あるのはやっぱ使い分けとかね、ちょっと教えてほしいなと思いまして。はい、そうですね。まずリップ付きの方から説明します、はい。ミノータイプの方は広範囲を探るとき、はい、魚がどこにいるか分からない状況などに使います。あと、まあ小魚を追ってる時とかに有効ですね、はい。とペンシルタイプは、プランクトンなどを追ってる時、魚が擦れている低活性な状況に使います。なるほど。じゃあもうこの2つをしっかりこう状況によって使い分ければ、こうですね。こうです。こうなんです